皆さんこんばんは。バカな動画アップする再チャンネルのサイです。今日はこちら、チーズですね。カルビーから出てます。期間限定こちらですね。こちらを出していきたいと思います。こちら、チェダーモッツェレラ、ちょっと言いにくいですね。モッツェレラ、丸、あのカマンベールが入ってます。チェダーモッツァレラカマンベールが入っているチーズ。値段ちょっと忘れちゃいました。あとこちら、こちら午後の紅茶から出てます。アイサーヨーグルティー、何ですかね。これはちょっと、これスーパーちょっと行ったらあったので買ってみました。結構前にこれ出てますね。皆さんちょっとこの間の動画で、ここのほうれん線のパッチンシートしたんですけどね、変わってます。あんまり変わらないんですよね。結果がその思うようにいかなかったっていうことですね。ちょっとこちら飲んでみますね。ちょっと開けて、おお、なんかすごくいい色ですよ。こちら飲みます。午後の紅茶、ティーだから紅茶が入ってるはず。紅茶の味はそんなにしない。アイサーっていうのがちょっと酸っぱい感じのやつが入ってますね。アイサーは何だろう。ちょっと蓋をして、アイサーが入ってる。その酸っぱさが結構入ってる。ヨーグルティーとか言って書いてますね。ヨーグルティー、酸っぱいです。ちょっとこちら開けてみますね。すごいですよね、このチーズのネーミングがすごい。開けてみましょうか。これ開けるとうちの猫ちゃんが来ます。ちょっと今日はちょっとおでこをちょっと見せてますよね。ちょっと髪の毛がね、ちょっとピッとして、声にしましょうかね。ちょっと声にして、ちょっと色っぽく、この50のおばちゃんでも色っぽくしましょうかね。そんなに色っぽくないか。で、食べてきますね。どうでしょう。美味しい。チーズの味するよね。鼻からこう息をこうに吐くとき、でも甘い感じがするけど、なんだろう、コクのあるチェダーチーズが甘みをして、モッツェレラで豊かな風味、豊かなって書いてある。風味のカマンベール、そんなに匂いはかすかな。チーズもっとふわーっとあるのかなと思ったらないですね。あ、でもチーズの味が、匂いがしますね。香りが、これいくらだったんだろう。後で調べて下にこう出しときますね。ここにね、おいしい。まあ期間限定だから、そんなに長い間に売ってない感じですね。で、ところでどうでしょう、このあんまりやっても変わんないあれね。意外と朝になってたらもうほとんど取れてるんですよね。朝までやってますみたいな感じだったけど、朝までやってるんですけどもね、あれ貼ってて、もう朝になったらもう取れてるんですよ、この辺。いつ取れたのか分かんない。
ょっとこう、ちょっと髪型今ちょっと今伸ばしてるんですよね、髪の毛きれいに。今日はのこちらの紹介とこちらの紹介と、あとちょっと雑談をしながらやってます。今日ちょっと長くなっちゃいますけどね、皆さん最後まで見てくださいね。まずくはないけどうまくもない。皆さんこれでも結構前に発売されたみたい。もうこれ絵がねこっちとこっちとねあるんですよ。これがねなんかね6種類ぐらいあるみたい。ではこちら最後まで食べていきたいと思います。子供にもねやらないと、怒られちゃうので、俺の分も残しといてよっていう必ず言いますからね。それでは今日の動画をこれで終わりにします。これ最後に食べてきますよ、子供に渡して。ジュースも最後に飲んできます。必ずね子供に言われるんで。それでは今日の動画が、あそこにちょっと、ね、のうちのね猫ちゃんが映ってます。あっちはベル君かな。あ、そう、あなた、はい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 、ここにいます、ここに。このベル君がいつもねにゃーごにゃーご泣きますよ。お腹空いてても空いてなくてもいっつも泣いてます。こんなね話したらまた動画が長く長くなっちゃいますからね。編集が大変大変。それでは今日の動画が良かったらグッドボタン押してくださいよ。それではチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。